皆さんこんにちは。私が100代内閣総理大臣になりました、顔の長さが岸田文雄です。よろしくお願いいたします。皆さん、私の夢はですね、内閣総理大臣になること、これが夢でした。ついに第100代目として叶いましたよ、皆さん。ですからね、私はですね、もういつ辞めてもいいです。辞めないでください。そんな気持ちです。せっかくだったんです。頑張っております。自分で言うのもなんですが、菅前総理大臣です。前ですね。まだ生きております。待ってますよ。いやー、岸田政権素晴らしいんじゃないですかね。頑張ってます。人の話をよく聞く、はい、私はね、まさに有言実行されてると思いますね。ありがとうございます。まあ、麻生さん、安倍さんの言うことをよく聞いてらっしゃいますね。そうですか。しかも 3A と言われてますね。そんなことない。 3A 分かりますか。はい、ね、安倍さん、はい、麻生さん、甘利さん、あら、このね、 3A の傀儡政権じゃないかというふうに言われてますけどね、私はね、はい、そういうふうには思いません。はい、岸田さんらしい政権だと思いますね、この 3A。 そうです。この 3A は私はこういうふうに思います。どうですか、岸田さんらしく、はい、危なげない、安定した、操り人形。これ言っちゃうの。そんな操り人形のわけないでしょう。やってんじゃないですか。しっかりやってください。お願いいたします、ね。皆さんにここで、ね、お知らせがありますね。はい、なんとですね、社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーがですね、2022ということでですね、来年2022年1月15日サンケイホールブリーゼ、ここで公演をやります。はい、ね、ぜひいらしてください。はい、皆さん来ないとですね、岸田デスノートに書き込みます。見てください。書かないでください。絶対来てくださいね。お願いいたします。いや、でも三軒さんはいいわ。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 レイは。でも私の末路はレイ軍。誰？でも三軒さんは、はい、いいわ。はい。いいわ。レイは。もう一発。初心者です。よろしく。よろしく。